優しいという字ですね。まず、人偏を立ち気味に払ってきます。少し下の方から縦を書きますね。同じぐらいの位置からまっすぐの位置。真ん中から45度。この目の部分はあまり長さを取らない方がいいです。下がちっちゃくなってしまうので。で、この今から若冠、ここを3等分して若冠を書きますが、だいたいこの、人偏の交わったあたりから持ってきますね。で、今から心を書きますが、この線のちょっと外に、この線あたりから斜めに降りて横に走って、最後に少し上げて抜きます。たら点をバランスよく書いたら、やっぱりこのあたりですね、この縦の線あたりから立ち気味に払って、辺よりも、下げないようにします。横幅もこの幅ぐらい。そしたら平行に持ってきて閉じます。少し上を開けて45度で払っていきますね。